こんにちは、ハイジです。さあ、というわけで始まりましたパスタの早食い対決をしてみようのコーナーでございます。というわけで今日はですね、大食いでおなじみのアンジェラ佐藤さんと渋谷にあります人気店パンチョさんにお邪魔してるんですが、私がじゃあこのお店の普通盛り、はい、300g、 300g？ 300は多いですよ、大食いの領域に入ります。300からは、はいはい、でアンジェラさんはこのお店の一番のデカ盛りのメニューの成人という、それのトッピング全盛り、お嬉しいんだ。はい、嬉しいです。で早食い対決ですよ。でも私すっごいお腹空いてもう元気がないんで、私も4時間前にご飯食べたばっかりなんですよ。その2つでどっちが早く食べられるか対決ですね。はい、よろしくお願いします。さあ、僕の食べるのが来ました。ナポリタン、こちら高さ結構あるでしょ。本当だ、ある。ゴツゴツしたベーコンも入ったりしながら、はい、で、アンジェラさん、はい、あ、私もちょうど来ましたね。ちょっと来ましたが、じゃじゃじゃーん、ちょどうなってんだ。ちょっと少なくないですか。いや、多いよ。真上から取れますよ。こうなりますか。すごいです ね。ナポリタン大食い対決スタート。いただきます。いただきます。すごい美味しそう。美味しい。早い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 。いかがでしょうか。うまそうでしょ。ほら、美味しいですね。めっちゃ美味しいです。パスタとしてはだいぶね、太、くて食べ応えありますよね。アンジェラさんのハンバーグもあったんですね、はい、そうなんですよ、嬉しい嬉しいんだ。粉チーズもかけるパターンしてみようか。これでも結構実は食べてるんですよ、僕。減ってるように見えないけど、量が多いだけあってなかなか食べても減ってこないっていう、見た目的に。大食いにしてはすごい嬉しいです、そういう事実は。そうなんだ。ずっと食べていたいです。いや、でも牛丼とかも、はい、やっぱりあの1杯380円とかじゃないですか、はい、でも10杯食べると3800円してしまうんで、してしまいますけど、普通の人はそんな食べないですよ。380円ラッキーだろ、お腹いっぱいになったで終わるんですけど。何杯食べれるんですか、基本的には。ですね、大体15、6杯。やべえ、経済的に確かに圧迫されるわ。そうなんですよ、結婚相手がなかなか見つからないんです。そっか、旦那さんになる人は相当稼がないといけないです、養うためには、はい、でもこれまで食べた中で一番しんどかったものってあるんですか。しんどかったものですか。これはもう無理ってなったことってあります。うわー、なんだろう、紅生姜の天ぷらですかね。それは味とかの問題で、あ、量じゃないですね、はい、あ、量ではないんだ。じゃあ紅生姜が苦手なんで。あ、そうなんです、はい、そういうこと聞いたんじゃないんだけど。現在この状態でまだハンバーグ残してますね。はい、最後に、はい、やっぱりいけるぞ、あとこんだけだもん俺。やばい、さすがにいけるよね。じゃあ私女捨ててスピードアップしていいですか。第二形態があるんですか。はい、じゃあ、まあ、アンジェラ佐藤第二形態。やべやべやべ、負ける。え、そんなことあんの。そうだったんだ、ちょっと待って、鍋でかかってた。ちょっとあの可愛く映りたいなっていうのが邪魔して。じゃあこのでかいベロのようなベーコンを、でかーいベーコン、いただきます。負ける負ける。いただきます。僕もじゃあもうそろそろ行儀悪いかもしれないけど、お皿に口つけてこうやって炊き込むやつやりますからね、うん、これまで可愛く映ることしてちょっと言ってなかったけど。やりますからね。あまあ余裕ぶっこなきました。食べてる、余裕かましすぎました。どうですか、私の 300g の方が早かったですよ。いや、でも私に今日これでも 2.1kg トッピングしているからもうちょっとあります。あー、悔しい。でも悔しい。 2.1kg って僕の7倍食べたんですか。あ、そうですね、7倍、どうします。第二対戦行ってもいいですよ、僕は別に。あ、本当ですか。私、もうちょっと食べたいです。いいんだ、やるんだ、こんな食った後に。で、今ほとんど同時だったんで、言っても、はい、それで決めましょう。はい、どっちが大食いか、はい、どっちが大食いか決めていいんだ。それ文句ないんだ、それは。あ、もう全然。